裏に確定さ、怖すぎる。でここでジャイロオンにして、はい、あそこね、1、はいはい、オッケー、うまい。でこれ待って、逃げる、待って、勝てる勝てる勝てる、マジ勝てる。はい、皆さん、こんにちは、のぼるです。今日もリョカデラックスやっていきます。そういうわけで1コース目はヨッシーアイランドじゃない、ここなんだったっけ、ヨッシーサーキットだったっけやっていきましょう。ここもすげー選ばれるよな。てかヨッシー系のコースってどこもかしこも選ばれやすい気がするな。まあ高いコースが多いっていう話なんだろうけどね。要はまあ一旦ここダブル割りながら、ここを左に曲がっていこうかしらね。でこの先にコインが、あーなんかもう一人いるわ先客がただ後ろはなんか来てるけど、ちょっと待って、やめてよ、さすがに引かないでくれた、ありがとう。これはどうしようかな。あー全部使っちゃって、 OK、 ダブル割って、近畿の無敵引けないはちょっとさーって感じなんですけど、まあでも1との差がまあまああるから、8割でも無敵は引けるん。なに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 、そんな急に緑回されたらそりゃ食らうよ。さすがに避けようがないな。これも早めに使ってシングルでダブル割りたいな。シングルでダブル割りたい。シングルを2個割りたいなーって感じなんだけど、なんかいいの出るかな。8割になっちゃうからちょっとアイテムテーブルがおかしなことになりそうな気もするけど、いけるか。スターかー。そしたらこれ次のダブルでまた交換してキラーが欲しいな。表スターの裏キラー、ねえ待って、やばいか、これもうでも戻れねえな。いやー今一瞬悩んだな。今の一瞬の隙マジでもったいない気がするけど、まあサンダーが降らなかったんであればまあまだいいか。そしたらここ俺が引くの、じゃあもう先に打っちゃおうか。こいつのキラーとかももうなんか使わせるのだるかったし、いやー今の絶対ショート化してよかったよな。どうしよっかな。まあしばらくサンダー降らないっていうか、もうこれサンダー降らないと思うんだけど、ここで一回使ってから割ることで、おお、いいの引いたね。これ割ってなかったら絶対にキノさんだったもんね。ちょっとキノコ使いながら、適当に全部使っちゃうか。でスターも吐いてダブル割って何が出る、おお無敵がループする。しかしまあちょっと厳しいか。このまま無敵ループさせていって、近畿の使うべきじゃなかったのかもな今な、さすがに。いやどうだったんだろうか。ここで木野さんが出るんであれば結果オーライ、オッケーオッケーオッケー。まあ、結果論ではあるけど、待って嘘でしょ、待ってやめてくれ。待ってこいつ抜かせる、さすがに抜かせるか。いやー今でも赤くらってなかったら4位か最高3位ぐらいなってたよな、もったいないな。さあ続いてのコースはデイジークルーザーですね、やっていきましょう。ちょっと練習したからうまく走れるといいんだけどな。でもそんなめちゃくちゃは練習してないんだよな。あオーマイガー、練習以前のものが出てしまった。俺いつになったらマジでショートカじゃねえ、あれができるようになるんだろう、わかんないけども、練習の成果まるで生かせておりませんね。コインがないからコインだけとりあえず回収しながら行くか。ここはシングルは割りたいけど、お前椅子動いてるかと思ったら動いてなかった。ちょっとこれどうしていこうか。いやそのコイン欲しかったけどバックンではさすがにな、取れねえな。これ一旦外側行くか、なんなら外側行っちゃって、ちょっと待って、そのキノさんが怖いんだけど、キノさんっていうかミドさん、いやもうミドさんに出会いそうだからキノさん全部使って無敵に入ろうかと思ったけどもうダメだったね、間に合わなかった。ちょっと待って、ここ一旦左行くか、絶対今の遅くなってるけど、ちょっと待って、一旦割りながら無敵をループさせたいなって感じだけど、無敵はループしてくれないか。もうこれどうしたらいい、アイテムがだいぶ悪いけど、いやーマジか、どうすればいいんだ、こっから勝つ方法何がある、わかんねえ。いやでもとりあえずケツはつけておきながら、いやマジ今のあれ割れないか、ちょっとコイン欲しかったんだけどな。これはまあ MT 出して、もう一回 MT 出して、左にも右に MT 出せなかったか、あそこ出せたら早いんだけどな。前は赤1個持っていると、トゲは来てるね、音がしてるね。でここちょっと割りながら、うまいコインの、コインじゃないあれの使い方だったような気がするけど、マジ最悪、ここダート判定、
やどうなんだこれ。いや意外と強いんじゃない。ここダブル俺だけ割れるもんね。いやーマジで無理です無理です無理です。一気に無敵に入っちゃってキノコ使って2位え。いや今のサンダーのタイミング結構バッチリだったんだろうな。さあ続いてのコースはシャボンロードですね。いいねいいコース引いたね。まあ新コース、新コースとは言ってももうだいぶ1ヶ月ぐらい経ってるのか。もう1ヶ月以上かもっと経ってる。えいつ配信されたかもう忘れちゃったけどだいぶ経ってるこのステージではありますが、やっていきましょう。とりあえずはあ間違えた、ここジャンプアクションじゃないんだった、ミスったけど。待ってこれドリフトは出てるね。 OK 出てる。ちょっと待って、一旦ここは SMT で妥協していこう。ショットガバガバだな走りが。まあ一旦集中してここも。いやーテレス早くね。打開いるのか、打開がいる、このコース打開え、わかんないけどとりあえず、あーまあこいつが前行くんであればもうやめてやめてやめて、危ない、ギリギリ間に合った。危なマジでダブル割れなかったからな今。ここは一旦、いやー右に MT 出なかったか、ここに FMT 出し、ちょっと待ってそれ怖いから、もう別に抜かす気はないんだけど君のあれが遅いんですわ。ちょっと待って、とりあえずここは縦 J にするの忘れてた、縦というか前 J するの忘れてたけど、あ最悪マジでミスった、思いっきりミスった、このミスは痛い。あそこ全部 MT 出しながら降りるのが強いんだけどな。これ一旦ここ捨てちゃうか、で表防御、うー危ないそのバナナ怖すぎ。これはまあトゲ来ないうちは俺が前走るか真ん中設置しつつ、上行こっか、上の方が早いもんね。あートゲ来たか、まあ車内受け入れていくしかないね。ちょっと待ってこれは SMT とあー待ってやらかしたか、いやまあ飛んでからでいいでしょさすがに。でここは MT 出しながら、あマジ MTJ になんなかったし、後ろもう一個赤持ってなかったか今、気のせい、俺の見間違えだったらいいんだけど、見間違えじゃなかった時が最悪だな。あ、でも見間違えっぽい。あー、もう最悪ドリフトじゃなかった。まずいか、これ。後ろにまあまあ追いつかせそうだけど。まあ、でももうトゲ来ないだろう。フラグだな。怖すぎるけど。待って、赤2個来てる。いやー、マジか。そしたらもうちょっと待てばよかったか。はぁ、それはないわ。そこ、何その、もう落とし穴すぎるでしょ、待って。でマジで言ってんの、いやそんな落とし穴、文字通りの落とし穴ないでしょ。マジで言ってんのか、ちょっと待って、赤やだ赤やだ、もうマジで無理、もうあーもうダメだ全然。こんな高な目に遭うことある、嘘でしょマジで。トゲより最悪な結果じゃん。さあ続いてのコースは GBA マリオサーキットですね。もう1動画に1回ぐらい走ってるような気がするなこのコース。でもう打開でいきます絶対に。もう俺二度とここで前走らない、マジで痛い目見たんだよね。打開していこう。ただここのアイテムでな打開するとすごい混み合うんだよな。まあ一旦ダブルここで割りながら、おおいきなり完成するのはちょっと嬉しいな。まあ一旦ねここのコインだけ集めながら、ちょっと貸してあれかな、全部交換するみたいな形でいいかな、その1の3で全部交換するみたいな形がベストな気がするから、まあとりあえずコインだけ集めていこう。いやでも初等化っつってもな、コイン取った方がいいのかな、わかんないけども、まあ予定通り。ダブル割れなかった。こういう細かいミス痛いよ。ちょっと待って待って待って、あーなんか回避した。別に回避求めてたわけではないんだけど、あー危ねー、ラグあまりありがてー。これキラー俺も出ないかな、いや出ないかさすがに。なんかキラー盗まれてない、誰か気のせいか、いや気のせいじゃないな、盗まれてるな、かわいそうに。キラー盗まれるのめちゃくちゃ痛いよ。いやまあでもどうしようもないよな、もうテレサっていうアイテムがある以上はそれが避けられるものではないからね。そしたらここショート化してって、いや4割になっちゃうか、いやでも前が結構、いやそんなに離れてないのか、これどうなる、これやばい、まずいか、ギリギリ耐えてるけど、いやもうこれ外化した方がいいかさすがに。ここら辺で外化使ってっちゃって、
ちょっとアウトインを意識しつつ、ブレーキかけて、いやでもここのな次のショトカーでめちゃくちゃ抜かされるんだろうな、まずい気がするけども、前投げしておこうかな。オッケーオッケー、前投げマジで正解じゃん、やばすぎる。え待って、落ち着け、落ち着いて、落ち着いていけば絶対に勝てる。うまいうまいけど、ちょっと待って、これもう出さなくていいや、待って、マジマジダメマジダメ、何されたのかわかりません。いやーもったいね、絶対今の1位取れたでしょ。さあラストはココナッツモールですね、やっていきましょう。ココナッツモールか。得意じゃないんだよな、まあでもやってくしかないね。とりあえず後ろはなんかあのカートすごい目につくからやめてほしいんだな。なんか目の前とか視界に入るとさ、ついつい見てしまうんだよな、あのなんかふわふわしてるカート、ふわふわしてるというかなんか馬みたいなの連れてるカート。ここはまずいね、なんか間違えて逆走をしてしまったけども、皆さんはエスカレーターを逆走しないようにしてください。ショッピングモールでそんなことをするとね、怒られるんでね。いや弱すぎるだろう、ちょっと6割できなかったの痛いなとは思ったけど、あまりにもおぶねギリギリで避けていくけども、ここはちょっとコインダブルのラインを取りたかったけど、ダブルどっちみち余ってなかったな。あーこのバナさんはいいかもな、一旦ちょっとこれで生活していくっていうのもありではないな。6位だもんな、捨てた方がいいわ。怖い怖い怖い、ちょっと待って、めっちゃ怖い、みんなそんなに殺伐としないでくれ。うっしうっし、ちょっと待って、なんでこんな殺伐としてんだマジで。ちょっと悪い字に見とれてしまったら、まさかの俺も壁に激突した。待ってやばすぎるそれ、いやーマジー、これも打開でいこう。ちょっとコインがなさすぎるのはさすがに戦えないから、一旦コインを集めよう。で、あキラーマジ強い。じゃあキラー使うまでにマジでコインを貯めておきたいから、ここでマジでコイン、うーわーマジでいってんの、そのサンダー最低最悪なんだけど。いやでもこれキラー出るだろさすがに。 OK 出てくれた、ちょっと待って、そしたらこれどうしよう、ちょっと待って、コインコインコイン、とにかくコイン、コインをゲットしつつ、ここら辺でロンキーに入れるでしょう確か。ちょっと待って、右行ってくれよマジで、キラキラキラ、ねえキラどこ行ってんの、ねえ何してんの、なんか激突してるんだけど、相手前で切れてくれるはずなんだよこれって確か、うまくいけば。オーケー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 、よし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 、でこれ裏にキノさんが出ると予想、オッケー予想的中で、このままマジで連打し続けて、防具だけを裏に確定させ、怖すぎる。でここでジャイロオンにして、はいあそこね1位、はいはい、オッケー、うまい。で、これ、待って、逃げる、待って、勝てる、勝てる、勝てる、マジ勝てる、うますぎー。今の見た？完璧なジャイロだったでしょ。